ザ・ミラクルスマイルフォーレストへようこそ。今回の動画は鹿島正三さんの刺繍をピックアップして、求めない刺繍の中から素敵な言葉を中国を抜粋して読んでいきたいと思います。鹿島さんの刺繍は概要欄に貼っておきますので、そちらからチェックしてください。鹿島さんの刺繍は心に響く言葉なので、聞いているだけであなたの魂が底光りしてくると思います。運転中のご視聴は眠くなる可能性がありますので、お控えいただいて、ゆったりと心地のいい姿勢でヘッドフォンをつけてご視聴ください。求めない、すると今十分に持っていると気づく。求めない、すると今持っているものが生き生きとしてくる。求めない、するとそれでも案外生きてゆけると知る。求めない、すると君に求めている人は去ってゆく。求めない、すると君に求めない人は君と共にいる。求めない、すると待つことを知るようになる。求めない、すると人との調和が起こる。求めない、すると恐怖心が消えてゆく。求めない、すると悲しみが消えてゆく。求めない、すると何かが変わる。求めない、すると心が広くなる。求めない、すると心が静かになる。求めない、すると人から自由になる。求めない、すると
無意識に探していたものに気づく。求めない。すると自分の中のものの方がずっと大切なんだと知る。求めない。すると今十分に持っていると気づく。求めない。すると今持っているものが生き生きとしてくる。求めない。するとそれでも案外生きてゆけると知る。求めない。すると君に求めている人は去ってゆく。求めない。すると君に求めない人は君と共にいる。求めない。すると待つことを知るようになる。求めない。すると人との調和が起こる。求めない。すると恐怖心が消えてゆく。求めない。すると悲しみが消えてゆく。求めない。すると何かが変わる。求めない。すると心が広くなる。求めない。すると心が静かになる。求めない。すると人から自由になる。求めない。すると無意識に探していたものに気づく。求めない。すると自分の中のものの方がずっと大切なんだと知る。